りしっかりした場所に入ってきました。ちょっとですね、入れるかどうかチャレンジしてみています。ちょっと入れそうな雰囲気で PCR 検査を受けます。で、球団関係者が続々と集まってきます。無事に入場することができました。ありがとうございます。会場内の様子こういった感じですね。ここで今からドラフト会議が行われるということです。でですね、こちらのドラフト会議、普段は一般の僕らのようなねお客さんも入ることができるはずだったんですけども、今回ですね、ウイルスの対策によってですね、今日ちょうど7時間8時間前ぐらいに、一般のお客さんが入ることができないということが発表されまして、これはちょっと困ったということでですね、まあ、いろんなつてを伝って入れないかと聞いてみたんですけども、実際にですね会場の方に来てみて、日本から来た、YouTube や Twitter やいろんなメディアを使って情報発信をしているメディアだとなんとか入れてもらうことができました。おそらくですね、こちらのドラフト会議の会場にですね、日本のメディアとして立ち入るのは初めてではないかということですね。こちらの貴重な機会、皆さんに情報をお伝えしていきたいと思います。こちらメインステージですね。ドミニカウインターリーグリドムの6チームのですねエンブレムが掲げられた席というのがこう前の方にですね設置されていまして、ここに集まっているリドム関係者やメディアなんかの熱気もねこうひしひしと伝わってくるような状態ですね。でこちらのドラフト会議で今日指名されるのは6チームかける16名の約90名ということなんですね。指名される選手の方もドキドキしながらね待っているんではないでしょうか。こちらはテレビブースですね。テレビによる中継も行われているということで、こういったブースや撮影ができる場所っていうのを設けられてドラフト会議行われていくみたいです。はい、こちらの席いただいて、こちらからですねドラフト中継していきたいと思うんですけども、普段であればですね上位指名の可能性が高いような選手はこう会場に来てですね実際に指名されるのをこの目で見たりとかもするみたいなんですけども、まあ、今回はですね感染防止措置のためにそういったことっていうのは行われていないみたいですね。ドラフト候補選手リスト入手したんですけども、オセアコスタ選手も載ってますね。指名があるのか。サミータバレス選手もいますね。所属読売ジャイアンツのウレーニャ選手もしっかり載っていますね。こうやってですね関係者らしき人たちは一生懸命さっきのねリストにメモなんかも取りながらドラフトの指名見守ってますね。このドミニカウインターリーグ2度目のドラフト指名っていうのはですね完全ウェーバー制ということで、昨年の順位の低い順に順番に指名していくと、 NPB のようにですね競合した選手をくじ引きするといったようなシステムはないみたいです。このあたりはメジャーリーグと同じシステムですね。さて全体1位、やはりドミニカで指名されるのはショートの選手なんですね。こういったリドムドラフトで全体1位とかね上位で指名されるような選手っていうのはこれから先、まあ、MLB や NPB やいろんなリーグで見られる可能性っていうのはねかなりあるようないい選手なんではないでしょうか。選手本人からのビデオメッセージですね。電話でライブでコメントをもらうというようなシステムみたいですね。面白いシステムです。ま
この2020年21年ならではのシステムではないでしょうか。普段であればね、もしかしたらこの会場に待機していて、あのステージの中央に上がってコメントをするというようなシステムだったのかもしれません。先ほど全体1位で指名された選手はこれからの活躍楽しみです。こういったね、さっきもウレーニャ選手が読売ジャイアンツ所属って書いてあったんですけども、すでにね、プロ野球チーム、海外でいろんなプロ野球チームに所属している選手が改めてですね、この国内のプロ野球で指名されるという、このリドムドラフトならではのシステムというのもすごく面白いですね。さて、全体2位の指名に入ります。ギガンテスで芝生の指名です。147のマルテ・ロエルビー選手、こちらが全体2位の選手ですね。でマリーンズ所属の選手です。こうやって見ていってもですね、ほとんどが、まあね、ジャイアンツ、ブリュワーズ、カンザス、ドジャース、エンジェルス、アリゾナ、ドジャース、マリナーズ、レッツと、ほとんどが MLB に所属しているような選手たちですね。ヒューストン、トロントなんてのもあります。こういったですね、ファイルに入った資料っていうのを配られるんですけども、その中でですね、まあ、こちらのリストだったりだとか、こちらのメモ用紙ですね、選手にね、振り付けられているナンバーをメモしていくというのが大きかったみたいですね。全体4位はアギラ選手です。シカゴカブスの外野手が指名されましたね。さあ、理性の指名です。強豪チームですね。トロントブルージェイズのショートが指名されました。拍手が起きてますね。やはりこの理性っていうね、強豪チームに指名されるっていうのはすごく喜ばしいというか、まあ、大きなことらしくてですね、まあ、以前、こちら今日はですね、メディア席になっていて、左側半分には選手とその家族が待機しているという状態だったみたいなんですけども、まあ、全体1位よりもですね、なんだったらこの理性の1位として指名される方が、理性はね、強豪チームなんで大体指名順位は後の方なんですけども、まあ、家族なんかが大喜びして拍手喝采が起きるというような状況もあったみたいです。そしてトロスです。やはりショートストップが指名されました。拍手起きてますね。ガッツポーズしてる人もいます。関係者なんでしょうね。嬉しそうです。今テレビのキャスターが来てちょっとね、映ってくれるかみたいな話をしてたんで、やっぱり家族が来ていたということでインタビューしてるみたいですね。本当におめでとうって言ってね、ありがとうって言ってました。さあ、2巡目の指名に入りますが、なんとですね、 MLB や NPB のウェーバー制とは違って、2巡目もまた昨年の順位が低いチームからやると、 A、B、C、D、E っていう風に指名して、その後 E から戻るんじゃなくて、もう1回 A から指名するという形での指名2巡目が、ね、行われているみたいですね。こちらですね、名前や所属チームと一緒にポジションっていうのが表記されているんですけども、この中にですね、ユーティリティって表記ありましたね。これ日本のドラフト指名でね、ポジションユーティリティなんて言われること絶対ないと思うんですけどね、これ海外野球ならではかなっていうふうに思います。読売、桑田、アスミ、ユーティリティとか言ったらね、まあ、一回も聞いたことないですね。大谷時なんかは一応投手って言われたんでしょうね。ちょっと調べてないですけども、二刀流っていうね、風に放送されたっていうのは聞いたことないんで。さて、指名は一旦休憩に入ったんですけども、今ね、2巡目までが終わったところですね。この休憩の最中がおそらくですね、この編成会議する側は一番忙しいんじゃないかと思うんですね。この3巡目に指名しようと思っていた選手が2巡目で取られたとかね、そういったことが起きてくると、じゃあ代わりに誰を指名するのか、1巡目で取れるかどうかわからないと思っていたピッチャーが取れたから3巡目はね、今度は野手にしようとかね、こういった話を今ね、せわしなく行われているんではないでしょうか。3巡目の指名に入ります。こちらですね、我々日本に所属している選手の番号を書き出してですね、まあ、宝くじの当選を待っているかのように待っているんですけども、まだ指名ないですね。4巡目、
5巡目になってくるとかなりね名前を呼び上げるペースも速くなってきましたね。ドラフト16位まであるんでね、ペース上げていかないとね終わんないんでね、これから指名は5巡目に入っていくという感じですね。日本だとね現在はだいたい支配下指名で6位ぐらい、さらに育成でもう6人ぐらいかな指名したりするのが平均的かなっていうふうに思うんですけども、まあ、支配下とか育成とかっていう分け隔てがないのでそのまま16位まで指名すると考えるとかなりね人数の多いドラフトですよね。3つあったかなんかもらえるんじゃないですか。そういうゲームじゃないですよ。287ではなく278っていう選手が当たったんでこれボックスで当たったんだけどなみたいにラーメン屋さん言ってましたけどね、そういうゲームじゃないっていうふうにお伝えしておきました。さあこれから指名は6巡目に入ります。NPB だったらそろそろね最終指名の球団も出てくるというあたりですね。あるとすれば買い指名になってくるんですよね。買いの方ですよ。だから去年、今年も広島の選手も15巡目か14巡目ぐらいでベラベラ喋ったら広島と呼ぶなんか指名する側の球団スタッフがちょっと揉めてるみたいですね。どうするどうするみたいな話し合ってますねまだ揉めてますね。ドミニカのお家芸アナウンサーたちがね場をつないでますね。指名が深くなるにつれて不確定要素が多くなってくるからどうするどうするみたいな。あとはいいんですよ、そうなってくると地域規制とかですね。あー地元選手気にしますよね。取りますよ。もう中日とかねめちゃくちゃ気にしますよね。ようやく決まったみたいです。でこのですねドラフト9巡目10巡目あたりからですねもう球団からの発表というよりはアナウンサーがねもうバンバン読み上げていくという形に変更になりましたね。ペースめちゃくちゃ上がってきました。11巡目に入ります。日本のチーム名言った瞬間パッとわかると思うんですよ。前後賞今288前後賞出ましたね。まだ当選番号出ません。指名は13巡目に入ります。あと4巡ですね。これね日本の NPB のドラフトだと選択終了って言ってねこれ以上指名しませんという球団が出てきたりとかするんですけども、まあ、支配下とかにね空きがないっていう場合ですね、こちらのリドムのドラフトではそういったことはなくですね全チームが16巡目まで指名して全て合わせて90人の指名がもう確実に行われるというシステムみたいですね。日本でいう育成の4位、5位ぐらい、まあ、独立にとっては本番っていう感じですよね、そのあたりが。さあ、指名は14巡目に入ってきまして、あと3巡というところでね、だんだん胃がキリキリしてくるような選手たちもいるんじゃないでしょうか。日本でもね、このあたりになってくると、指名漏れかというような考えがね頭をよぎるような時間になってきましたね。このあたりねもう一度日本にゆかりのある選手たちの指名期待して待ちたいと思います。これですね日本だと指名拒否というかまあ入団拒否みたいなこともあると思うんですけども、例えばねこうやって育成で順位が思ったより低かったみたいな場合とかですね、こちらドミニカウィンターリーグリドムのドラフト指名ではですね全ての選手が、まあ、入団するというかですね、まあ、実際に、まあ、ウィンターリーグなどでね夏のメジャーリーグマイナーリーグでプレーした後にこのウィンターリーグは今年プレーしませんということはあっても保有権は指名されたチームに、まあ、持たれるというか持たれ続けるということで入団拒否みたいなことはね基本的には起こらないみたいですね。指名された全ての選手がそのチームと基本的には契約することになるといったシステムのようです。さあ指名は15巡目に入っていますがなかなかね思うような指名にはなっていないですね。最後です。さあそしてメモ用紙も最後のページに来たということで指名は最終順位16巡目に入っていきます。果たして日本にゆかりのある選手の指名はあるのか最後まで見ていきたいと思います。この16巡目の指名を終えて全てのチームがね選択終了となることがもうすでに決定しているという状況ですね。さあ16巡目最後の指名に入っていきます。あー惜しい。どうす
スですか。あ、2桁目まで合ってたんですが期待してしまいましたね。残念。今2球団の指名が終わってあと残り4球団です。指名されてほしい。残り3球団です。残り2球団、最後の最後、96番目最後のチーム、トロスです。指名はありませんでした。ここで全チームの選択が終了となります。いやー、ここまで日本にゆかりのあるね3選手の指名、コセ・アコスタ選手、サミー・タバレス選手、そしてウレーニャ選手応援してきましたが、残念ながらね今年のリドムドラフトで指名されることはありませんでした。引き続きね来年のドラフトで指名されるということもあるそうなので、ぜひね彼らの今後に期待しつつですね、今回のドラフトここまでということですね。今年2021年のリドムドラフトは終了しました。会場の様子こういった感じですね。まあ、あちらにね美人キャスターみたいな感じの人もいたんで、あの一緒に写真撮ってもらってるおじちゃんとかもいます。どうだったでしょうか。この海外のドラフトを見る機会ってね、まあ、MLB なんかではまだあるかもしれないんですけども、このドミニカ共和国のドラフトを見る機会なんてのはねほとんどなかったと思うので、 MLB や日本との同じ部分や違う部分、いろんな部分がねちょっと面白かったんではないでしょうか。まあ、そういった感じで今日ねこちらの会場を後にしたいと思います。グラシアス。Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom!